ありがとうございます。まあちょっとキャリーちゃん、あいつはお金入ってきてもタクシーとか新幹線とか意味わからん。いやそうなの、キャリーちゃんってじゃあ1万円があるじゃん、ここにあると1万円使っちゃうんだよね。そうなんだよ、あると全部使っちゃうんだよね。そう、例えばほらゴールド、この前ゴールドランクまで行って、その時にほらレイ君にファンタを結構投げたりとかさ、あーちゅーちゃんもありがとう、すごいお金使っちゃうんだよね。そうやっぱね、お金はねたまんないよ、ちゃんとやんなきゃ。お金貯めれないね、お金にだらしない、いや悪口とかじゃなくて、これ悪口じゃない別に。あちょちゃんありがとう。それで働きますって言って面接くんかと思ったら目の修正つったキャリーちゃん、まあ、でもあれ無料だったらしいよ。でも確かにキャリーちゃん、埋没やってなんか可愛くなってたよね。うん、私はちゃんと貯めるタイプ、ちゃんとお金貯めるけど、でも使う時は使うよね。でも別にゼロじゃないよ、ちゃんとやってる。あちょちゃんありがとう。意外と真面目、配信やってない時とかも全然お金使わない、ちゃんと自転車とかで移動してるよ、配信街とか。そう、家賃と生計だけだし、まあ野菜とかも結構リスナーさんが送ってくれるから食費もそんなかかってないとして、まあタバコと、まあ、携帯代とで、あと実は去年多分てか毎年占いに200万ぐらい使ってたかもしんない。あちょちゃんありがとう。ちょちゃんナイス50コンボ200万ぐらい毎年使ってて、これはもうね10年、あそんなことないか、5年ぐらいは多分200万使ってる、うん、そう多分ね、うん、でも本当に占いがさハマっちゃって、もう貯金切り崩してたりしてた。だってさ、そう1回で2万とか使っちゃうんだよ。だから1年で考えたら多分200万ぐらい、うん、あ5個ありがとう。本当にハマってハマってしょうがなくってね、悩んでたけどやっぱもう飽きちゃった、飽きちゃった、興味なくなっちゃった占いに、うん、あでもちょっと昨日占い久々に使ったけどね、2万ぐらい使っちゃったけどね。今つなちゃん配信で伸びずに身を売ってます、なんでそれを知ってんの。いやちょっとこうやっぱあれじゃない、精神的に来るとなんかこうやりたくなっちゃうのかな。でも別にそれでもまあ飽きた、飽きてる。だから月に、まあ、2万ぐらいしか使ってないってこ と、 だからと合計でだから多分年間今年は20万ぐらいしか使わないんじゃない。
それはでもすっごい成長した。テニス連、いや私んとこ来ないんだよな。なんか小前くんとかさ、今日無料でなんか霊媒師に除霊してもらったりとかさ、めちゃくちゃいいなって思う。で本当にやばかったんだ一時、本当に騙されそうになって、本当にそのマジで朝原翔子とかのレベルのにもう入ろうか迷ってた時がある。なんか変なところに紹介されちゃって、なんかそこはもうそこに暮らしてもらいますみたいな、とりあえず1ヶ月30万コースで、そのなんつうの、家に住んでみんなと一緒にご飯食べてなんか修行して、そのまあ、先生がそこに住んでるんだけど、なんかそこになんかこういっぱい人がいるんだけど、あ多分あれ宗教かな、そこ入ろうか迷ってたんだけど危なかったのマジで。そうそこでそう1ヶ月30万か、しかも30万からだからね、新人じゃん私。そうなると新人で30万でしょ、多分そこに入ったら多分もっとご利益をいただくためにもっとかかるのかな。誰の紹介、友達の親戚、友達の親戚だね。でもさすがにそれはちょっとやめた。目が覚めたとかじゃなくて、なんかちょっと変だなって思ったの。そこの家に住んでた、過去住んでて、まあ家に帰ってきた人になんかなんかね、もう覚えてないな。体貸してって言われて、体を貸してって言われて、ちょっと今体を貸してってなんか、体を貸すってどういうこと、なんか電話来て体貸してって。その人って新潟に住んでんのね。新潟に住んでて私東京じゃん。え体貸すってどういうことって言ったら、いやなんか東京に住んでる私の友達が今悩んでるらしいから、今からまゆちゃんの体に私が乗っとるから、この何日の何時ちょっと体貸してくんないって言われて、私ちょっと入るからさ、近いから、私の方が家近いから、そっから私からその子を払うからみたいなことを言われて、まあ、貸したんだけどなんかよくわかんないけど、あいいよって言っちゃったんだけど、なんかでも変だなって思っていや別に何ともなかったんだけど、普通に生活してたんだけど、いいよってあ、まいちゃんこの前LINE でやり取りした件、今から専門の人と話そうなんだけど、聞けること聞いておこうか。まゆちゃんこの前 LINE でやり取りした件、今から専門の人と話せそうなんだけど、聞けること聞いて、ごめんちょっと何のことかな、占いのこと、占いの話、何のことだろう、聞いてみて。うん、取りま、あ、ありがとう。うん、違う、今バタバタしてるけん。あ、ちょっと待って。あ、じゃあなんか聞いといて、匿名さん、ありがとう。ありがとう。あ、なるほどね。なんでこんなにさ、今日閲覧多いんだろうって思ったら、そっち系のことを多分聞きたいのかな、みんな。そっち系の話をちょっと期待してんの、私に。なんか今日いつもより多いよね。まあね。
なんか私でもほら嫌われてるって言われてるけど、あのたくさん愛されてるよこれ間違いなく。あちーちゃんありがとう。そっち気になるのはまあわかるけど、わかるけども別に言わないし、別に相手の悪口を言うこともないし、あの無駄だよ、うん、無駄だよ。取り付いてると思うよ。あ、26個分かりやすくしといたからありがとう。おばちゃんもちゃんナイス26個。まあね、人間ってさ、まあ、不幸の話好きだけども、特にふわっちってさ、好きだけどね、体調不良っていうのは二人が好きだったから残念。一番辛いのは二人だと思う。ああね、ああそうだよね、複雑だよね、どっちも好きだった。あーグレート、もちゃんナイス、もちゃん100本ありがとうございます。ありがとうチョコいっぱい。ありがとうございます。まあでも私はもう占いとかはまんない。月に2万使うかな。あ、ちょっとご飯食べたい。占い師貧乏で彼氏も旦那もいない女っているよね。やったわ。占い師で私もいないんだけど、舞もいないんだけど、なんか おかんがさエビチリ作ってくれたから、これ大丈夫か、これなんかこれな食べてみるか。ありがとう3個ありがとう。あ、Mちゃんもありがとう、ちーちゃんも。なんかおかん最近なんか優しいんだけど、ただこれいつのかな、私と似てるから、てか前よりやばいからさ、たまに腐ってんだよね、前よりやばいから。そういうとこある。ありがとうちーちゃん。まず匂いを嗅ぐ、おかんからもらったものは。あ、みゆちゃんもありがとう、みゆちゃん、うん、まあおかんはね、なんか最近すごいなんか尽くしてくれるからさ、なんか母の日またどっか連れてってあげようか、母の日。大丈夫か、シャバいな。みゆちゃんありがとう、みゆちゃん5個ナイス、みゆちゃん。あと、あ、
あんまいいか。臭くないね。臭くない。いただきます。うん、おいしい。シャバシャバしてるけどおいしい。あ、チョコ7個ありがとう。あ、なんか つないでくれてんの。うん、おいしい。全然兄ちゃんないっす。エビチリなんだけどさ、映せねえな。映せない。兄ちゃんありがとうね、兄ちゃん。兄ちゃんもなかなか来ないからね。珍しいよ兄ちゃん。ありがとうハートチョコ。兄ちゃんだ。まあちょっとね、今後あのね話すのはないからね、きっとそれをみんな期待してるんだろうけど、ないの。なんかねこうね、リスナーさんが心配しちゃうしね。うん、心配させたくないよね。うん、ありがとう。うん、これ先生、お母さん元気なの。そうだね、いつ死ぬか分かんないもんな。うん、いや前のリスナーさんがさ、すごいさ、やっぱこう気持ち入っちゃう優しいリスナーさんが多いから、自分のことのようにね、もうイライラしちゃうわけよ。前のリスナーさんが私以上に怒ったりとかね、迷い思いなリスナーさんが多いからさ、あんまりね心配かけたくないよね。うん、うん、明日恵方巻きだ。恵方巻き明日、恵方巻き買わないと。うん、洗脳してないよ。あのお母さんが多い、そう、母性強めのお母さんが多い。多分眉が末っ子だから、お母さんが多いかもしれない。うん、手作りだね。明日ちょっとね、朝ね出かけてくるから、ちょっとあのリア友と遊ぶ。リア友ちょっと人と会おうかな。なんかリア友となんか何あのほら高級食べ放題食べてくる。高級食べ放題、8000円の食べ放題、新宿で。いや、たまにやっぱこう人と会わないとね、あのなつなつちゃんと遊んで思ったけど、やっぱ全くこう配信外のさ、話さない人とこう会話したりした方がいいと思う。ね、なんかね、なんだ、なんかこうお肉をこうやって 切ってさ、薄っぺらいお肉の食べ放題。うん、それで8000円するんだって、ちょっと楽しみだけど。で夜かな、だから配信ね。
あ、シラスコ、そう、シラスコ、シラスコね。